バルディア捜索隊を指揮するレアードからの伝令により、バルディア城の所在が判明したと報告が入る。だが先を急ぐ一行を阻むように、一本の大河がその巨大な姿を横たえていた。橋を探し対岸へ移動を開始する一行の目の前に、一人の老剣士が兵を率いて現れたのである。バルディアは近いのか？はっ、この村を抜けた先にあります。そうか、できるだけ先を急いで。待てー、この辺りの人々を困らせる帝国兵とはお前らか？はぁ、何ボケたこと言ってるんだ。わしの質問に答えんかい。いかにも、我々は誇りあるレイガルド帝国の者だが、何かご用か？うんぬぬ、やはりな、平和なこの地に戦を呼ぶ不届き者ども、このアーロンが成敗してくれる。待ってくれ、俺たちはラングリッサーを手に入れたいだけなんだ。不必要な戦いは避けたい。そこをどいてくれ。不届き者だと言うんじゃ。そちらが来なくてもこちらから行くぞ。うわ、あのおじいさん本気だよ。どっちにしても遠回りする暇はないぜ。やむを得ん、殺さない程度に相手をしよう。戦意を失えばおとなしくなるかもしれない。行くぞみんな。レオン様、指示をお願いします。どうするエルヴィン、あの者はまだ経験が浅い。敵と渡り合うことはできまい。そうだな、ここは待機させるべきか。判断はお前に任せる。ただし無理はしないでくれ。はっ。そこの赤毛の若者、名を何という？俺はエルヴィンだ。お主は帝国軍らしく見えんわい。不思議な目をしておる。お主はなぜ帝国に協力しておるのじゃ？帝国が大陸を統一すれば戦争はなくなるはずだ。力による統一でも今よりはずっといいはずだ。力による統一は仮初めの平和。より強力な力を持つ者が平和を乱すじゃろう。そんな平和でもいいのか？それは。俺のやっていることが最善の方法とは思えない。ただこのままではいつまでたっても戦争がなくなるとは思えない。ならば少しでも可能性にかけてみたいんだ。そうか、お主自身も迷っているのじゃな。ならばこのわしが教えてやろう、真の平和への道をな。さあ来い。
するだけしといて、どうやら防戦に徹するようだぜ。ふん、臆病者が。何企んでいるのかもしれないな。注意して進軍しよう。そうだな、慎重に行動するべきだろう。水中に潜ませてやがった。小賢しい真似を。何、伏兵がいたのか。かかりよったな。敵を挟み撃ちにするんじゃ。はっ。水兵と連動して敵に突撃をかけるんじゃ。はい。俺に剣を向けるとは無謀な奴もいたもんだな。帝国なんかに負けはしないわ。我々の波状攻撃にどこまで耐えられるかな。まずいな、このままでは大きな被害が出そうだ。うむ、むやみに突撃するのは避けるべきだろう。ここは一旦引き、戦線の立て直しを図ってはどうだ。確かに強引な突撃を行う必要はないな。聖なる力よ。かの者の剣となれ。俺は強くならなきゃいけねえんだ。私としたことが。剣さんは怠らん。これ以上。がやられた。あのどれんやつらじゃ。皆の者行くぞ。一気に敵を叩くんじゃ。くれよ。ここが正念場じゃ。
お主ら帝国にラングリッサーを渡すわけにはいかんのじゃ。突撃、帝国軍を蹴散らすのだ。とはいえわしの剣は曇ってはおらぬ。いざ尋常に勝負。力がみなぎってきたぜ。もうダメじゃ。ここは引くしかないか。お主は自分のしていることを迷っている。迷ってばかりで何もできないよりははるかにマシなのかもしれん。だがしかし、のんびり迷っている暇はもうないのだぞ。後戻りができないようになってから後悔しても遅いのじゃからな。それだけは覚えておくがいい。また会うことになるじゃろう。それまでに思い直してくれることを願っているぞ。
帝国軍の力、少々甘く見すぎたか。旋風よ、切り裂け。また美しさに磨きがかかっちまったね。お、落ちる。力がみなぎってきたぜ。死んで止まるか。死んで。終わったみたいだね。なかなか手応えのある連中だったな。どんなやつだって私にかかれば同じことよ。とりあえずこれでバルディアへの妨害はなくなったわけだ。よし、このまま一気にバルディア城へ向かおう。どいつもこいつも不甲斐ないね。何だってやってやるよ。全力で勝ちに行くよ。いかなる力であろうと扱いこなしてみせよう。